黒石大河原付近国道394号は青森県宇津市から弘前市に至る一般国道である。ただし、両端部は上位の国道と重複しており、実質的には六ヶ所村から黒石までの国道となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り、半時代からある道で欧州街道と 北浜街道を接続する道であった。六ヶ所村平沼から北の六ヶ所東通りシリアは北浜街道と呼ばれる浜沿いの道で八の平まで接続していた。しかし実際には平沼東通りシリアの地は森岡藩の地行地であったから森岡7個からのアクセスが問題であった。この時森岡から欧州街道を7個まで下ってそこから大きく 東へ折れて江ノ木林を務を経て、平沼に至る経路が使われた。明治に入り、東北本線が開通すると、六カ所方面から、停車場への道路整備が求められるようになり、県道を務も停車場平沼線として指定される。しかし、小川原湖の北岸をたどる、本路線は悪路であり、小川原湖の水位が上がると簡単に水没した。また、陶器は使い物にならないため、 六ヶ所村荘内、高知村間は凍結した小川原湖の氷上を歩いたが、白氷を踏み抜いて落水するのを防ぐため棒で、突きながら歩いたという。このため、大正年間に六ヶ所村荘内、沼崎村を往復する、動力船による、古城シャトルができてからは、沼崎駅まで船を使った連絡も併用された。戦後になって7個、七湖、江の木林間、江の木林を務む間、 おつとも、平らのままが別々に、県道指定された後、平成4年に国道に指定される。青森市場が蔵の城が蔵大橋は、深い渓谷に架かる大きな橋で、紅葉の時期には、眺望が素晴らしい。広崎市方面と上北地方を結ぶ、広域幹線道路だが、冬季は一部区間で閉鎖されるため利用できない。二0十五年三月十一日までは七古町内に、 国道4号との重複区間があったが、同年4月1日付で旧道が国道指定を外され7個バイパスが国道4号、国道45号本線となったため、国道4号との重複区間はなくなった。通行止め、編集時間規制、編集国道394号は、津軽地方と南部地方を最短で結ぶ幹線道路であるにもかかわらず、旧道場が蔵から、 沖上げ平間は、白が倉峡谷の急峻な地形を福音狭く、急勾配の99折で越す難所であった。昭和49年度より、当該部分を付け替え、長大な白が倉大橋によって、白が倉峡谷をまたぐ設計となった。白が倉大橋は、白が倉峡谷を眼下に見下ろすアーチ橋であり、観光スポットとしても機能する洋付帯設備が設計されている。 青森県土木五十年史によると、次のような特徴を持つ。ありがとうございます。